お疲れ様です。パーソナリティのキリカです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、海上自衛隊が新型強襲揚陸艦を計画中、コンセプト案もすでに発表済みをお送りします。2020年4月、海上自衛隊が興味深い事業の募集を行いました。その事業の名前は、新たな艦艇に関する調査研究。これにより海上自衛隊による強襲揚陸艦建造計画がスタートしたと観測されています。というのも、この募集における公募に応募できるものの資格に興味深い点があるからです。関係する部分だけ引用すると、本事業を効率的かつ効果的に実施できる技術を有しており、諸外国の水陸両用艦艇に関する技術情報などを得ることができるもの、海上自衛隊艦艇の設計製造に関する技術的知識に精通しているもの、海上自衛隊の DDH 輸送艦及び掃海母艦の機能に関する知識に精通しているものとのこと。どうやら水陸両用艦艇や DDH 輸送艦、掃海母艦といった艦艇の知識が要求されているようです。さらに艦艇の航空機搭載機能と LCAC など揚陸艇搭載機能の共存に関する成立性、加えて掃海母艦機能を統合した艦の成立性などについて検討できる能力を有するものという項目もあります。 DDH や輸送艦、そして航空機搭載機能、 LCAC 搭載機能、これらの機能を持つ新たな艦艇とは強襲揚陸艦としか考えられません。もっとも、普通の強襲揚陸艦には掃海母艦の機能はないので、海上自衛隊が求めているのは強襲揚陸艦プラス掃海母艦という多機能な艦艇ということでしょうね。海上自衛隊が建造を進めている最上型護衛艦でも、広範な任務への適性が求められたので、多機能が最近の流行りなのかもしれません。ちなみに出雲型護衛艦の改修が行われる前にも、航空機運用能力向上に関わる調査研究という同様の募集が実施されています。この経緯を考えれば、強襲揚陸艦の建造はほぼ決まったものと見ていいでしょう。ただ海上自衛隊では事実上の揚陸艦である大隅型を輸送艦と言い張っているので、今回の動画でも新型輸送艦と呼びたいと思います。この新型輸送艦が代替すると見られているのが、大隅型輸送艦と浦賀型掃海母艦です。どちらも1990年代後半から2000年代前半に就役しているので、そろそろ時給が検討されてもおかしくはありません。輸送艦と掃海母艦の能力を兼ね備えた新型輸送艦、新型強襲揚陸艦を建造するというのが海上自衛隊の計画でしょう。ちなみにこの計画は2020年に突然始まったものではありません。その前兆といえるものがいくつか観測されていました。それは、海上自衛隊の艦艇を数多く建造してきた実績を持つジャパンマリンユナイテッド、JMU と三井 E&S 造船の動きです。コンセプト案。ジャパンマリンユナイテッド、JMU と三井 E&S 造船は2020年以前から防衛装備品の展示会などで強襲揚陸艦のコンセプトモデルを発表しています。 JMU は2019年に開催された DSEI ジャパンでコンセプトとなる CG 画像を展示。展示された資料によると、全長は220メートル、これはヘリコプター搭載護衛艦の出雲型より30メートルほど短い船体となっています。ただ基準排水量は出雲型と同等の19000トンで、かなりの大型艦です。海外の強襲揚陸艦と比べると基本的な設計は同じで、船体後方にベルドックがあり、 LCAC2 隻を搭載可能となっています。また船体上部は全通甲板となっており、航空機の運用も考慮されています。 CG 画像では MV22 オスプレイが着艦を行っていますので、甲板にある程度の耐熱性を付与することも考えられているようです。エレベーターは前方にインボート式が1機、艦橋後方にサイドデッキ式が1機と出雲型と同じ構成となっています。サイドデッキ式エレベーターは甲板の端に設置されているので、エレベーターの面積より大きな航空機や機材を運搬できる利点があります。大型な機体であるオスプレイを運用するのに適したものと言えるでしょう。防御兵装としては、シウスのファランクスやシーラムらしきものが確認できます。これについても出雲型と同じ構成になっており、対空防御は周囲の護衛艦艇に任せて強襲揚陸艦としての役割に特化するということでしょう。一方の三井 E&S 造船も、2017年に開催された防衛装備技術国際会議展示会マストアジア2017にて2つのコンセプト案を展示しています。1つ目は全通甲板とウェルドックを備えたオーソドックスな強襲揚陸艦となっています。
JMU のコンセプト案と異なるのは船体の大きさで、基準排水量が16000トンとこちらの方がやや小型になっています。2つ目は航空機運用能力より揚陸艦としての能力を向上させた案です。船体前方に大きな艦上構造物があり、全通甲板ではなくなっています。それでも船体後部のヘリ甲板は通常の護衛艦より広大で、ヘリ発着スポットは前後に2箇所あります。ただ船体前方の艦上構造物はヘリ格納庫にも利用されるため、艦内により多数の車両や機材を搭載できそうです。2020年以前からこの2社は新型強襲揚陸艦の計画を練っていたということですね。ただこのコンセプト案は JMU や三井 E&S 造船が海上自衛隊にアピールや提案をするために作成されたもので、海上自衛隊から何か指示を受けたものではありません。そのため2020年の新たな艦艇に関する調査研究とは少し違った部分もあります。コンセプト案と海自の募集の違い。海上自衛隊が公募した新たな艦艇に関する調査研究の中には、事業者が満たす条件として海上自衛隊の DDH 輸送艦および掃海母艦の機能に関する知識に精通しているものという項目もありました。新型輸送艦には強襲揚陸艦としての役割だけではなく、掃海母艦の役割も求められているのです。掃海母艦とは機雷を除去する掃海艇や掃海ヘリコプターに補給を行うのが主な役割となります。海上での迅速な補給という意味では輸送艦と似たような役割ですが、海上自衛隊が現在運用している浦賀型掃海母艦は機雷敷設能力も持っています。この能力を新型輸送艦がどのように実現するかがポイントになりそうです。というのも、強襲揚陸艦ではウェルドックになっているスペースが、浦賀型では航空掃海具を収納するウェルデッキや機雷の収納庫として使用されているからです。 LCAC を搭載するためのウェルドックと機雷庫でスペースの取り合いになるかもしれません。そしてこの新型輸送艦には機雷敷設機能以外にも指揮統制機能の強化も要求されます。現在海上自衛隊において水陸両用作戦の指揮を取るのは掃海隊群となっています。これは2016年に部隊改編が行われ、大隅型輸送艦などで構成される第一輸送隊が掃海隊群に編成されたためです。上陸作戦全体の指揮を取るためには大きなスペースや通信機能が必須となります。その必要性を語るエピソードをご紹介します。2020年8月に北海道で北部方面隊実動演習が行われましたが、この演習には水陸機動隊も参加し、着上陸訓練を行いました。この時水陸両用車 AAV7 などの車両は輸送艦下北から出発し、航空機はヘリコプター搭載護衛艦加賀を拠点としました。そして掃海隊群司令は加賀の機関用司令部作戦室 FIC を使用して着上陸訓練の指揮を行っていたのです。出雲型護衛艦には広い機関用司令部作戦室が設置されており、指揮管制能力が高いためです。逆に言えば、現在の大隅型輸送艦では水陸両用作戦の指揮に能力が足りていないということでしょう。新型輸送艦が活動を行う場合、必ず出雲型護衛艦が同行するとは限らないので、指揮管制能力の強化は必須といえます。さて、海上自衛隊が新型輸送艦、新型強襲揚陸艦を計画しているとの観測は密かに話題になっていました。日本の反応の一部をご紹介します。日本の反応。限られた防衛予算で海上自衛隊の能力維持のために、ある意味マルチに使える強襲揚陸艦は必要。新造艦は AAV7 などの浸水収容時にウェルドックの中排水が速やかにできるようポンプの強化をぜひ。強襲揚陸艦は日本という島国には必要不可欠な艦艇であり、自衛隊の任務でもある災害派遣にも使えます。というか災害派遣にも利用できる装備が望ましいです。ようやくって感じですね。島国の日本には必須な兵器ですから、もっと早くやるべきでした。ただ今回も揚陸艦とは呼ばず輸送艦とは呼ぶのでしょうか。コンセプト案で2万トン以下か。実際にはどれくらいの大きさになるんでしょうね。 F35B を乗せたいと思ったら4から5万トンクラスになりそうですが、大きすぎ？排水量はどれくらい？以上のように揚陸艦としての機能以外にも、災害発生時にその輸送力を生かして物資を被災地に運ぶことも期待されているようでした。また最後のコメントにもありましたが、新型輸送艦で気になるのが排水量です。まず JMA と三井 E&S が発表していたコンセプト案では、それぞれ
1万9000トンと1万6000トンとなっています。これと似たサイズの揚陸艦にはフランスのミストラル級があります。全長210メートル、基準排水量1万6500トンで、2社のコンセプト案とはほぼ同じ大きさ。航空機の運用に適した全通甲板、船体後方に設置されたウェルドックなど、オーソドックスな強襲揚陸艦となっています。収容能力ですが、搭載ヘリコプターは最大で16機、車両などの搭載能力は戦車10両と中型戦闘車両60車となっています。戦車だけを搭載する場合は40両まで搭載可能です。なおヘリコプターを搭載しない場合は中型車両をさらに200両ほど搭載できるようです。ベルドックには LCAC2 隻を搭載可能で、人員は上陸部隊900名を収容できます。2社のコンセプト案を基準とするならば、ミストラル級とほぼ同じ規模の艦艇となるでしょう。もちろん海上自衛隊の新型輸送艦には掃海母艦機能も求められるので、細部は違った形になると思いますが、ヘリ16機、戦車10両、中型車両60両、人員900名という規模からそれほどずれることはないでしょうね。逆にコンセプト案より大きな強襲揚陸艦として、アメリカのアメリカ級強襲揚陸艦があります。アメリカ級は全長257メートルで、満載排水量は5万トン以上。イギリスの空母クイーンエリザベスが満載排水量6万8000トンなことを考えると、かなり大型な揚陸艦と言っていいでしょう。ヘリ発着スポットは9カ所もあります。なおアメリカ級にはウェルドックが廃止されたフライトゼロと、海兵隊の反対によってウェルドックが復活したフライト1の2種類がありますが、フライト1では LCAC2 隻を搭載可能です。アメリカ級の特徴はその大きさが可能とする強力な航空能力です。 MV22 オスプレイを42機、あるいは F35B を20機搭載可能です。オスプレイは格納時でも 19.2m×17.5m という大型な機体です。それを42機搭載できるというアメリカ級の大きさはとんでもないものがあります。また F35B の運用に特化させて、強襲揚陸艦としてではなく、ライトニング空母として使用することも考えられています。海上自衛隊が出雲型護衛艦の他に F35B を運用できる艦艇を求めるならば、このアメリカ級に似た規模になるかもしれません。ただこの規模の強襲揚陸艦はアメリカだからこそ配備運用できる艦艇であり、予算的には難しいものがあります。しかし新型輸送艦に揚陸能力、航空機運用能力、海装母艦としての機能を盛り込むとなると、大型化は必須。多機能で高性能な艦艇を求める防衛省と財務省の引っ張り合いが展開されそうです。いかがでしたか？今回は海上自衛隊の新型輸送艦について簡単にご紹介しました。ただ新型輸送艦の建造計画はまだ調査研究が始まったばかり。調査研究事業は JMU が契約しましたが、 JMU のコンセプト案そのままの艦艇にはならないでしょう。予算的、人員的に難しいとは思いますが、個人的にはアメリカ級レベルの大型強襲揚陸艦を期待してしまいます。これからのニュースに注目ですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。